ことないけど、ないんかい、ないんかい。あ、ひょろながさん100回目だって、ありがとう。ひょろながさん、ひょろながさんありがとう。最近コメント見てないけどしてね。そう、最近ツイートも見ない、してね。こんばんは、こんばんは。アンビと遊びに行ったのはすごいでしょ。そう、アンナさんと遊びに行きました。やばいでしょ。そう、アンナさん優しかった。今日も京都で優しかった、アンナさん。まだスタンド買い、さあ買ってないの、まだなの。長袖じゃないの服珍しいでしょ。今日は涼しい、暑かったから涼しい服にしました。ラビオ、ラビオ。こんばんは、こんばんは。何、お土産、お土産あるよ。ユンニャン、アンビと、そう、アンナさんとね遊んでしまった今日。初めて遊びました。テロップに書こう、アンナさんとデート行ってきました。やばいよね。オッケー。うん。かわちゃんかわいい、ありがとう。前髪かわいい、本当？そう、今日は分けてみた。本当は全部ある予定だったんだけど、うまくいかなくって。そしたらアンナさんも今日は前髪がうまくいかない日だったらしい。同じ。こんばんは、こんばんは。はあ、また声もあの後を聞かれるのか。そう、アンナさんとのデートの話する。いいにゃ、リーナちゃんが出た時のイメトレをするために徳島公演入、あ、徳島公演入ったの？どうだった？え、一部二部どっち入ったの？私も少しだけ見たよ。クレーンゲームとか正解、クレーンゲーム行ったよ。だから昇格してますやん。そうだよ、やばいよね、遊んじゃったの今日。今日暑かったね、今日暑かったよね。こんばんは、こんばんは。遊ぶ約束は大阪の時、うん、大阪の時じゃなくって、大阪の時も遊びに行きたいですねってお話はしてたけど、ちゃんとなんか話が進み出したのは意外と最近で、あの連絡先交換ができないから文通してました。なんかそう、トマトさんすごい、拍手を10個もありがとう。そう、今日は記念すべき1日ですよ。アンナさんと遊べてしまったんだよ。こんばんは、こんばんは。予想してました。お、すごい。さあどうぞ、あのあと聞かせてくれや。もちろん言われなくても。うまちゃんハートありがとう。羨ましいでしょ、いいでしょ、やばいよね。何でも買ってもらったの。いや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 、え、でもあれ、カフェに行ったんですけど、カフェ、そう、あのご馳走して、そうもらってありがとうございます。アナさん今見てらっしゃるか分かんないけど、そうなの、アナさん優しかった。帰りにアイスまで買ってくださった。優しすぎる、アンナさん本当に。いろいろしたんだ、アンナさんと。そう、楽しかった。あ、100個ありがとう、おばちゃん。いいな、アイスとデートだなんていいでしょ。楽しみな予定が思ったよりもすごかったでしょ。そうそうそう、先輩と遊んじゃった。多分ね、あれなの、3期生が先輩と遊ぶのって多分ここが初なんだよね。やばいよね。遊びに来たよ、ありがとう。もうメンバーとファンの関係超えちゃった。あ、メンバーです、私の。明日ブログ出る。そうなの、明日ブログ出るの。最初あのアンナさんにいただいたあの大きいプリントされてる方の、そう、 T シャツを着ようかなって思ったけど、撮る時がなくって、だから次のブログかなの時にアンナさんの、そう、あのやつ、服着たやつを載せると思います。今回の明日出るブログは大阪のお話し会の浴衣の写真を4枚ほど4枚ほど載せました。そう、タワレコは3期生はず。そう、タワレコも行ってきました。そう、行ってきました。私は書くのが初めてだったから。そう、アナさんは前も書いたことがあるらしいんですけど。そう、アナさんとあれ、あの、いつかのブログにも載せるんだけど、あれ、あの表もだけど裏にもメッセージあるので、よかったら見に行ってください。北佐藤に向かったの、え、どうなんだろう、方角わかんない。午前中にアンピーの配信に潜ってたのは見つけたけど、まさかその後遊びに行ってたとは予想できんかった。そうだよ、アンナさんはあれ、私と遊びに行く準備だったんですよ。そうだよ。こんばんは、こんばんは。アンナさんドキッてした。アンナさんに俺のこと聞いちゃダメだよ。なんでですか、シュークダレ似合うでしょ、いいでしょ。
両方入った、あ両方入ったんだ、すごい。当日券、それかもともと、もともとあれかな、あれ抽選だったのかな。かまちゃんハートありがとう。前が決まってるでしょ。でもね、最初はうまくいかなかったの。でも意外となんか馴染んだ。何をクレーンゲームで撮ったのかはアンナちゃんのメール楽しみにしておきます。そう、アンナさんのメールの方であげられるかな。私も自分でも撮ったし、そうアンナさんにあるものを撮ってプレゼントしました。そう、ユイニャンが浮かれてたのでなんとなく予想してた。うわー、予想されてた。やっぱり。こんばんは、こんばんは、こばちゃん、ハート100個ありがとう。これはさすがにアピーの最強オタクマウント取っても許されるレベルね。やばいよね。遊んじゃったよ。あ、なになに、物販でユイナって書かれてるキーホルダー買った。え、本当に、あれかな、お披露目の時の青いやつかな、どうだろう、また新しいやつかな。ありがとうございます。キーホルダー買ってくださったの、ありがとう。タオルは多分前回の時完売したから、タオルは多分販売されてなかったけど、キーホルダーありがとうございます。そう、公園でね、グッズ今回いろいろ可愛いのあるからみんなチェックしてみてね。こんばんは、こんばんは、どちらから誘ったのですか。アンナさんがアンナさんが誘ってくださいました。そう、手紙で7月2日空いてますかって言って、空いてますって言って、コフータね、文通、そうなの、文通、なんかなんかね、ちょっと昭和感っていうのか、なんて言うんだろう、今ならね基本連絡って携帯でやり取りするけど、まだできないから。こんばんは、こんばんは、嬉しそうで、こちらまで嬉しくなってくるでしょ。めっちゃ嬉しかった。今日は朝から仕事、今真っ最中を、お疲れ様。こんばんは、こんばんは、ユイニが一番可愛いよ。本当か、本当かって何。場面にも文通で連絡取ってたって書いてあった。そう、文通してました。最近見に来れてなかったけど、オーディションからめっちゃ可愛くなってて。本当に可愛くなってますか。オーディションの時よりもね、多分メイクはどんどん薄くなってるんだけど、それはあれかな、ちょっとずつ元が磨かれてるってことでよろしい。ありがとう、いいな。裏飯屋はこっちや、お化けや。アビとカフェだなんておしゃれなデートだね。そうなの、アンナさんとたまたま行きたいカフェが被ってて、そこに行ってきました。2425なんだろう、アンナさん優しい。そう、アンナさん優しいの。2526なんだろう、あれかな、50カウントかな。こんばんは、アンナとデートしたの3期生で何番目ですか。5番目ぐらい、いや1番です。初めて3期生でアンナさんとデートした人で、デートした人、あと少し前にアンナさんのお家も上がらせていただいた。そう、あまり家に、そう、あの上がった STU のメンバーいないって聞いてたから、私も上がれると思わなかった。文通という抜け穴、そう文通だったの。こんばんは、こんばんは、久田さんがメンバー特権を楽しく使っていらして、こちらまで嬉しいです。確かにメンバー特権だ。こんばんは、こんばんは、今日アンナちゃんと会った時の体勢はあです。そう、あって、アンナさん、アンナ、アスナさんとかじゃなくて、あでした。大阪の撮影会が気になってます。本当ですか、よかったら、よかったら、今月始まったばっかだし、メールとかどうですか。あと明日のブログもあるので見てください。ユニアのウェディングの写真届いた。本当に、誰が届きました、ユリですか、それか引きですか。こんばんは、ユニアアイドルだったの、こっち側のに、ああ兼任です。アイドルとオタク兼任です。始まってからずっとニヤニヤしてます。そんな、だってアンナさんとねデートしたから、何時間一緒にいたんだろう、結構長く一緒にいられました。お昼カフェ行って、その後ゲーセンとかいろいろ行って、プリクラまで撮って、夜ご飯も一緒に食べてきました。写真大切にアルバム入れた。え、ありがとう。ついに一線を越えてしまいました。そう、遊んでしまいました。徳島公演は DMM 最前で見てました。お、いいですね。私も少しだけ見ました、徳島公演。徳島公演楽しかったんだよ。なんやろ、一体感すごかったし、3期生ちゃん数ヶ月でこんな踊れるんかって思った。そう、徳島公演はね、そう、後半のさ公演よりもさ1ヶ月以上早くってね、すごい大変だっただろうけど、お疲れ様です。本当に3期生の LINE ではみんなで
頑張ってねとかお疲れ様とかそういう LINE をしてました。3期生いいですよ。今日は愛知県富田市や猛暑日だったみたいでね、岐阜も暑そうだね。岐阜も多分暑かったんじゃないかな。ね、こんばんは、こんばんは。ツーショットは何枚撮ったのかな、正直言いなさい。わかんない、結構撮った。ツーショットもだし、プリクラも撮ったし。こんばんは、クワス6号と予想。今回はね、そうクワスをクレーンゲームで探したけど持ってるのしかなかった。だからクワスの新しいプライズが出たら取りに行こうかなって思ってます。こんばんは、こんばんは。やっぱアピやった起動テンション、うわーバレてた。やっぱりデート行ってた。そうやっぱデート行ってた。アミ積極的そうなの、アンナさんの方から誘ってくださって、そうありがたい。あ、当日券、当日券で行ったのね。楽しかったけど、やっぱりゆなちゃんいてほしかったなって思っちゃった。まだ発表されてないけどね、残りの3件どっか出るのでそちらでお待ちしてます。一生涯の思い出だね、生クリームパフォーマンスしたい。そんなできない。でも口にちょっとついたでもアンナさんも、アンナさんには言ってないけどちょっとついてて可愛かったです交換日記、まあそんなやの日記ってことじゃないけど、なんかメモ用紙1、2枚で交換みたいな。アンナ人見知りだから誘われるなんてすごい。そうなの、へえ。でも今日なんかやっぱりあれかな、今日でかなり仲含められたと思う。そういろいろ話できた。岐阜さん、うわ岐阜さん岐阜さんお人お出かけした。山梨さん負けてますね。確かに山梨さんはまだね、お人出かけてないもんねこんばんは、こんばんは。スネーカゴもう好きなぞ。こんばんは、こんばんは。大好きなアピに会えたか。笑顔がいつも以上にキラキラしてる。そうニヤニヤしちゃうの、私嬉しいことあると。こんばんは、こんばんは。次回京都で待ってます。京都ね、京都行きたいね。チーカーをもらって帰ってきた。チーカーはアンナさんの大事なので。こんばんは、セラピとみほちゃんだけ家に上がったことがあるって言ってたよ。3番目やば、片手に入っちゃった。はじめまして、はじめましてですか。ありがとうございます。星と星なんちゃった。お宝の憧れの眼差し。待ち合わせはリンダが先についてたよね。またしてないよね。ほぼ同タイミングみたいな感じで着きました。チラッチラッ。デート、そうデートアナちゃんのメールもバッチリ書いてた。ほう、ほんと？ユニアンとイチゴのキャラ同じになっちゃう。その通りそう、イチゴにもだって言われても3期の中でそう、こうやってなんてオタク話できる、一番できるのユイナって言われたし、私からしても一番そういうオタクなお話できるのイチゴだから。トラサボさん、お花花束ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。夜ご飯のメニューはサクッと決められました。どうだろう、ちょっと時間かかったけどめっちゃかかれなかった。昼より夜公演が良かった。あ、そうなんだ、やっぱり緊張とかほぐれてとかあるのかな。でも私は逆にね、お披露目の時は夜よりも昼の方がうまくいったの。そう、悲しかった。こんばんは、こんばんは。プリクラ見せて、あげるつもりあげるつもり。そう、アナさんと撮ったの。カメラ見てるとおつまみにはアナと我々だったみたい。そう、バレてたみたい。多治見は丸焦げ、多治見丸焦げなんだろう。多治見はでも行ったことあるよ。こんばんは、こんばんは。 2.5 期生3期生からの嫉妬の嵐は大丈夫？でもいつだっけな、一昨日昨日ユーナと電話したんだけど、その時にアナさんとそう行くって言ったら羨ましいって言ってた。いやこんばんは、こんばんは。アナちゃん、何？アジサイのイヤリングでした。うん、アジサイじゃなくてなんかリング、なんか白いパールのやつだったかな。今日の京都は朝9時で29度、すごいね。45度、へえ、死んじゃうよ。山梨さんは今日徳島でくるくるバットしておしめへの思いを、そうなの、知らないそれ。そうなの、見たかった。すごい、ゆうさんだるまありがとうございます。お、15分経過。こんばんは、こんばんは。山口出たらいいな。山口ね、広島の一個手前ね。さあどうでしょう暑いのね、今日暑いよね。こんばんは、こんばんは。なんと仲良しユニット吉田中はまた、あ、あ、あ、
三森アナに続くのがゲイになってことや。やばいよねー、やばいよねー、やばいよね。私もこんなに早く先輩とそう遊びに行けると思ってなかったし、アンナさんもこんな早く後輩と遊びに行けると思ってなかったみたい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。フィンニャン大好き。何なんとかちゃんに前髪切られちゃったフィンニャンみたいな可愛い前髪したかった。同じにする？いいよ、スクショスクショありがとう。なんだろう、兄なんて欲しいなっちゃった。こんばんは、こんばんは、瀬戸のせいさん、なんて言うんだ、風呂敷ありがとうございます。ランダムウェディング写真、ユニャン出た。本当に何のユニャンが出た。岐阜今日は涼しかった、エアコン効いてたから外は30、でも34でも大変よ、暑いよ。エアコンね、今日ね、そう、アンナさんと暑いねって言って、しかも気温が暑かったのもあるけど風もあった。で風がね、あの冷たい風ならいいの、そう、生ぬるい風だったから嫌だった。ゲーセンではクワス取ったら、そう取りたかったんだけど、新しいクワスは入荷してなかった。くるくるワット、ゆいなさんにもやってほしい。どうなんだろう、どうなんだろう、私の出るとこの公園ではどうなんやろう。激カップルチャンネルみたいになりそう。お、ミラの予期生ね、ミラの予期生の子だ、私も覚えてる、ありがとう。予期生で入ってきてくれたら嬉しいよね。こんばんは、こんばんは。 2.5 期生はインドドア派、3期生はアウトドア派だね。確かに確かに確かに、あ、2.5 期生さん、あ、インドア派なんだ、へえ。でも3期生はアウトドアなのはすごい納得、わかる。こんばんは、こんばんは。あ、フォローありがとうございます。次はゆいなちゃんの家に招待します。したい、したいけど、その前にまず片付けたい。いちごかスイパラ行ったのかと思った。スイパラも行きたかった、行きたかったけど、そう、行けない最近は完全にグループごとに分かれました、分かれました。こんばんは、こんばんは。お、アンビーとアスミット、そう、アンナさんと遊びに行ったの。こんばんは、こんばんは、かわいい、ありがとう。何、あつなみ、あつなみ、しかもアンピーが隣にいたら体温上がっちゃいそう。は、間違いない。モバメ撮り始めましたよ。え、ほんと、遅くなりすいません。いやいやいや、今月からありがとうございます。今月はどうだろう、遅れるかな。でも来、あれ、私気になってたんだけど、夏休み期間になるとショールームが平日のお昼でもできるようになるじゃないですか。メールも同じでできるようになるんですかね。そしたら来月とかいっぱい送りそうだよね。ありがとうございます。アンナちゃんプラメで熱風、あ、書いてた、あ、そうなんだ、書いてたんだ、へえ。ユニアは単純にアンピーのテンション上がって熱かっただけじゃ、うわうわ、その可能性もお疲れ様です、お疲れ様。もしかしたらあのツイートでツーショット見られるかな、どうだろうどうでしょう。アンナさん楽しかった、本当に、また遊びに行きたいです。そう、次回を呼んでな。二人きりがいいもん。いい誕生日の前の日曜日になった、そう、楽しかった。熱波、熱波って読むのね、熱波、ありがとう。京都は汗で仕事よく、今も乾かん、ライブ中の仕事で夜外だから日焼けバリバリ、確かにそれは焼けるよ。お疲れ様だ。かまちゃんいっぱいだるまありがとう。何、なんか大人っぽい服装と、なんだろう、メイクはなんならいつもより薄いかも。そう、今日はなんかいつもより薄かった、なんか薄くしようとしてしたんじゃなくて、なんか薄かった。多分メールもできる。お、本当に、たまさんハートありがとう。マクさんアイスありがとう。メールもできるのかな、できたらいいけど。ちらちら、夏休みどうだったかな、配信できるね、ね、配信はできるよね。だるまひょっこありがとう、かまちゃん、配信はできるけど、メールどうなんだろう。すでに100通以上送ってて見えました。どうなんだろう、多いのかな少ないのかな。でもアンナさんお話聞いたら、研究生時代1日10通とか送ってたって言ってたから、わーすごいなって思って。しかも毎通自撮りを載せてたみたいだから、そう、私ももっと送りたいなって。私が今あれかも、メールはなんかどうなんだろう、最低には送るようにしてる。たまになんかどうしても時間の都合で1になったりとか、1回だけ0になってしまったことがあったんだけど、基本2以上は送るようにしてる感じです私は。
でも日によっては多い日は4だったり5だったりみたいな。ゆにゃんこんばんは。今日はいいことあったんですね。そう、アナさんと遊びました超いいことあった。メール取りたいけど、取り出すとキリがないけど、取りたいんだけど取りたいんだけど、取るしかないぞ。もうすぐで私の誕生日だし、多分私の誕生日になったら私あれだよ、楽しすぎていっぱい写真送るよ。そして夏休みになって七並べにも登場するんですかね。どうなんだろう、七並べ3期生どうなんやろ。こんばんは。7月20ぐらいから夏休み期間になるから、日中でもメール送ったり配信できたり。あ、メールも送れるんだ。へえ、いっぱい送りますいいにゃ、誕生日ショールーム届け出しました。ギフトが変わりますよ。え、そんな届け出さなきゃいけないの。え、わかんない。え、そうなの。え、ヒータに聞いてみようかな。ヒータはそう変わってたから。こんばんは、こんばんは、かまちゃん、お花、花と花束とありがとう。プリクラに何か書き込みした。2枚だけ書いて、1枚はあの名前を、そう、アンピーとイーニャンと、でその下にちょっとしたイラスト書いたのと、もう一つはサインを書いてみました。アンナさん、サインをスラスラスラって書くのよ。私はめっちゃ時間かかりました。ヨットンさん、星ありがとう。何、自撮り美味しいですよね。自撮り、そっちの自撮りも確かに、自撮りも美味しいけど、朝メールレアだから朝弱いんだろうなって思ってる。わっ、バレてるそう、朝メールね、そう、起き切れた時は送るんだけど、そう、弱いのなんかアビに奢ってもらったとかかな。アンナさんにカフェ代とあとアイスも買ってくださって、そう、ありがとうございます。こんばんは。夏休みはメールも、あ、メールも送れるようになる。こんばんは、こんばんは、教えてくれてありがとう。今日はイチゴの配信見に行くでしょ。もちろん。なんなら私あれだよ、昨日の夜早く寝ようって思ってたんだけど、意外となんか楽しみで寝れなくって、そうで、夜2時台とかだったっけな、イチゴがさ徳島公園だったから、イチゴに頑張ってねって LINE2 時ぐらいにしたら、そう、その時間でもまだ起きてて緊張してるって言ってて、そうそう、いちごに LINE 送った。そうよ、いちごの配信ももちろん見に行く、時間があれば。夏休みのは宿題もたくさん、どうなんだろう、でも多分そんなにないと思う。うん、こんばんは、こんばんは。先輩に仕事の話聞くと意識高まるね。確かにね、いろいろ教えてもらった、ありがとうございます。アンナさん、ゆいにゃん、こんばんは、こんばんは。プライベートで遊びに行ってどんな話するん。いろんな話、活動の話したりとか、研究生時代のお話をしたりとか。ちらちら、そう、メールね、ちらちら奥沢の何関係性本当好き確かに私といちごの関係性も面白いもんだわ。ちらちら、何、いちごちゃん緊張で歯磨き1時間、緊張で歯磨き1時間初めて聞いたへえ、そうなの。でも昨日の夜の時点からかなり緊張してたみたいだし、そうで、私 DMM で少しだけ見させていただいたんですけど、そう、アンナさん、私はまだアカウントを持ってないんだけど、アンナさんに、そう、あの一緒にいる時に見させてもらったけど、頑張ってた、お疲れ様いちご。そのなん、星アイスという意味、もしかしたらアイスだけに、アイス、面白いこと言うね、アイス。いちご夜更かし緊張してたやな。そう、いちご緊張してたみたいよ。でも頑張ってた。3期生で一番認めタイプ、ありがとう明日のブログ楽しみにしてて、写真4つも載せたから。でも山梨さん山梨さん呼びなの笑えるわ。そんなに緊張してるようには見えなかった。本当にそうなのね、頑張ったんだろうね。こんばんは、こんばんは。タワレコのパネルは裏側にも書きました。もちろん書きました。歯磨き1時間やったら歯茎なくなりそうね、血出てくるよ。いちご緊張してないし、ふりしてめとめと緊張してたんだろうな。多分してたんだと思うよ。そう、いちごお疲れ様今日生写真届いて、ユニア入ってた、本当に入ってた。どの写真が入ってたんだろう。マクさん、お花ありがとう。何、星はユイナちゃんが行きたいところにも行ったの。星なっちゃった。あと山内さんはイチゴッティっていう新しいあだ名できたで。あ、イチゴッティはね、意外とでも
1ヶ月以上前から言うかも。私も一時期イチゴティーって言っとった。いつも元気なユニアの子、いつも以上にキーが高いね。嬉しいことも伝わる。高い高い。じゃあ低い声で、低い声で喋ろうかな。ダメだ、喉が痛い。アビーとよかった。そう、アンナさんとそう遊べました。タレカさんの3期生で一番最初にユニアン書いて、そう一番最初だった。なんならメンバー全員の中でも一桁だと思う。ユニアンもツアー初日はドキドキだろうね。多分ね、ドキドキだと思う。次はじゃあイチゴに LINE 送ってもらおうかな。徳島組は名刺配りもあるらしい。らしいね。いいなーいいなー、したい。こんばんは、こんばんは、遊びに来たよ、ありがとう。マクさんハートありがとう。ユイナッティ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 なんか変だな。イチゴッティだからいいんだよな。こんばんは、こんばんは。イチゴッティは MC、 あ MC で言われてたんだ。へえ。でももともとノアミオとかはイチゴのことイチゴッティって呼んでたね。さっきのメールの写真はアンミのカメラ、そうアンナさんの方の写真、エアドロで送ってもらった。カイちゃんだるまありがとう。こんばんは、こんばんは。横向きのアップのが入ってた。横向きのアップの、あるね、あるね。え、いいね。私その写真が一番個人的には好きだったから、私の中では大当たりです。海なし県同盟ツアー登場、最初はイチゴ、次はユニア、リュウジ、どうでしょう。海なし県同盟ね、いいよね。イチゴちゃん、ユニアをフルーツの名で呼んだら何のフルーツがいい。マスカットとかどうなんだろう。私なんだろう、今日アンナさん、今日だっけな、アンナさんも最近なんか自分をフルーツに例えるとみたいな話してて、私がアンナさん桃だなって思ったら、コメント欄がほとんどが桃で、あ同じだって思った。クイズ、ミョンミョンは誰のことでしょうか。ノアミョン。ミョンミョンね。ユイナッティン、ユイナッティン、アンピカメラ画質いい。そうアンナさんのカメラすごい画質良くて、逆に私は画質が悪くって、だから今度岐阜に帰った時かな、スマホ変えるかもなんですよね。そうちゃんと引き継ぎとかするから、メールとかショールームは安心して。そう今月帰れそうなので、岐阜で応援してくださってる方会うかもしれないですよね。はあ、岐阜に帰る、岐阜に帰る、うん、正解。アルミンがミョンミョンって呼んでる。あ、ミョンミョンって呼んでるんだ。私ノアミョンはノアミョン、ノアはノアミョンだな。うん、ノアミョンはノアミョン。そう、写真は購入してないよ。選抜入りの写真楽しみにしてます。あ、なるほどね、選抜頑張る、頑張ります。何、容量を埋めしとくとね。そう私も今携帯のそう写真の容量やばくって、自撮りを今までしてかなかった、だから撮ったとしても風景とかばっかだったから、今自分のフォルダが写真自撮りばっかで、そうすごいことになってて、デートデート、そうなの、今日デートしてきたの、楽しかったよアンナちゃんと。早くツアー後半戦の詳細知りたいね。いつ発表なんだろうね。私も早くそうお知らせあるといいなって思ってる、ね、予定とかで来れなくなっちゃうかもだし。今26度だけど何、温度高いから蒸し暑い、あ湿度だ、湿度高いから、確かに湿度高いと嫌よね。前髪崩れるし、前髪崩れるし、あと前髪崩れるし。こんばんは、こんばんは。携帯変えるとショールームの画質も変わるのかな。変わるかも。私そう今の携帯はなんか同期結構みんな新しめの使ってるけど、私はそんなになんか最新のとかは使ってないので、今度はそうあのあれあれで画質のいいやつか、画質良くて容量いっぱいあるのにしたいと思ってる。岐阜羽島駅で待ってます。どうだろう、羽島で降りるかな。栗は果物なんか野菜なのか、どうなんだろう。栗微妙、微妙、でも美味しい。こっそりとフォローしといたよ、ありがとう。タマさんハートありがとう。ユニアンこんばんは。今日たまたまパルコ行ってエスカレーターでアンピンユニアンとすれ違った。あ本当ですか、すれ違いました。あ本当ですか。そう今日あれあのパルコあれあれスイパラとのコラボもあるから、そうファンの方がそういらっしゃった、あのそのタワレコさんに書きに行った時もファンの方何人かそう会いました。
こんばんは、こんばんは。ハートありがとうございます。たまさん、ママニャンにデートするって報告したの？したよ、そりゃ楽しんできてって。アンナさんの家行く時もやばい、お母さんアンナさんの家に行くことになったって言って、アンナさんに、アンナさんじゃない、お母さんに報告した。あ、そうなの。 K さん、エスカレーターですれ違った？本当に？なんだろう、何しに来てたのかな、あれかな、あれコラボのメニュー食べに来てたのかな、たまたま来てたのかな。そうパルコでファンの方も何人もお会いしたね。そう、こんばんはです。タクシーマライブ中継見た？お、見た、私もちょっとだけ見た。あなたの誕生日当日、野球観戦の日と被ったら見に来れないか、まだ知らない俺である。ほう、自撮りが増えて自分大好きみたいになっちゃうんでね。そう、自撮りとか全然しなかったタイプだから不思議。ユニア7月メール、お、本当ですか、ありがとうございます今月は誕生日もあるし楽しみにしててください。うん、アンナちゃん読みなの、距離が縮まってる。いや、アンナさん、アンナさん、コメント読むときにたまにアンナちゃんってなっちゃう。アンナさんです、アンナさん。そう、アンナさんだよね。そう、3期生はアンピーさんも呼ぶけど、アンナさんって呼んでる子が多いかも。お、お母さんもこの配信見てる。お母さんも常に見てるよ、かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。昨日とニヤニヤしてるなとは思ってたけど、うわー、やっぱり思ってたんだ。レームのフォロー、この後行うつもり、ありがとう。声はかけられた？かけられた、ちょっと。そう、でもあれ、声かけていただいた時、アンピーと三期生ちゃんだよねって言った。うん、まだ名前を覚えてもらってない。そう、名前を覚えてもらえるように頑張る。じゃん、じゃん、ありがとうございます。詳細は1ヶ月前ぐらいだから、来週13、14頃かな。あー、なるほどね、来週か。私はどこに出るのか楽しみにしててください。すごいスペイベーだ、有料コンテンツね。もうこりゃアンピーが岐阜の実家に挨拶に来てもらうしか何、結婚、結婚、ハーレコ行くとファンの方、そうそう、結構いらっしゃった、何人も。そう、ボード、ボード、アーシャのあのやつも書いたので、皆さんぜひぜひ行ってもらって、広島メンバーとあってもさすがファンの方々、プライベートに割り込まないね、えらい。そう、ちょっとだけ、本当にちょっとだけ。ナーミョンとナイ星になっちゃった、アンナちゃんも見てそうな気がする岐阜に帰ったら親族カメラマンに全員撮ってもらってね。あ、そうだ、弟にね、デート、デートね、三期生ちゃんと呼ぶことにします。ええなんか声かけるとかかな。いいね、芸能人みたいだね。芸能人なんかな私ってどうなんだろう、芸能人なのかな一応。やーこさん、かわいい、ありがとう。うん、パルコに赤いフロー、赤いフローいなかったな、いなかった、赤いフローは見てない。そう、赤いフローは見なかった。うん、実家に連れて行ったら実家大騒ぎね、大騒ぎだよね。杉ヶ原でアンナさんに行くみたいだしね、いいね。デッドも結局本撮りとか、そのなんだ、星になっちゃった。こんばんは、三期生ちゃん、いや、うん、奥田結衣だね。そう、三期生ちゃんって言われた、名前を覚えてもらわなきゃってそこで改めて実感しました。ユニアンが以前配信してたの知らなかった、今日知った、今日知った。誕生日は22時過ぎても配信できるのかな。そう、したいんだけどね、16歳だからまだできないの。そうだから、あの同期のヒータンとかは最近誕生日、6月に誕生日だったんだけど、してたけど、私はねまだできないの。だから次の誕生日は18になる、次の誕生日かな、次の誕生日で一応年齢で18にはなるけど、そう、高校卒業まではできないから、だから次の誕生日、18歳から19歳になるときに初めて一緒にお祝いできます。ユニアの声に赤アフロあふれる、あふれるって何、赤アフロ現れる、見つけるわ、え、すぐ見つけれるよね、どこにいても目立つもん。スイパラの下 見に行った、びっくりしすぎて目が点になったなるほどね、見に行ったのね、あらららら、ら、確かにびっくりだよねびっくりだよね、私にはびっくりしなくても、アンナさんにはびっくりするよね。何ですか、関ヶ原の帰りにユニアの家に泊まってもらおう。いやー、
綺麗にしなきゃ。あ、実家は綺麗か。アナ先輩の家に泊まりには行ったことないね。泊まり行ったことない。まだ1回だけお邪魔させていただいただけ。ここで家にあと2期生、いや2期生ではなく3期生でございます。3期生でございます。最近入ったばっかり。名前まだ覚えてもらえない。伸びしろは確かに。これからいっぱい覚えてもらえるように頑張る。最近京都も撮影等でアイドルたくさん見かけますよ。特に48、46、あ、そうなんだ。48、坂道メンバーも見かけるんだ。うわー、いいな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 。私がユニアを目撃したらおつ祭りのような状況になると思います。わーわーなる。なってそう、なってそう。今日も七夕キャンペーンね。そう、七夕キャンペーンが始まらなくて。ショールームさん信じてますよ。信じてますよ。最近ユニアとすぐ出るんだけど、ちょっと前までギフちゃんと呼びそうになってた。あ、だよね、やっぱギフちゃんのイメージ強いよね。本当にファンの方にギフちゃんって呼んでいただくこともあるから。こんばんは、こんばんは。奥田ゆいな、奥田ゆいな、ゆいな奥田、そうです、奥田ゆいなでございます。ぜひさ、寝るまで久保ちゃん。へえ、久保しおりさん、そうなの。写真集出るよね。いいな、いいな。こんばんは、こんばんは。花ちゃんパンケーキの写真アップしてる。そうなの、見たい、見たい。こんばんは、こんばんは。多分ひなたの村、ひなのが新潟に、あ、新潟、へえ、そうなのね。ひなのさん、二人を見かけたら3期生には声かけても、アピには緊張してしまいそう。緊張してしまうかな。アンナさん、アンナさん、いつ見ても本当に綺麗ですね。そう、今日もずっといたけど綺麗、本当に。長らくユニアと呼んでましたから、3期生ちゃんと呼ぶことにします。呼び方変えるの逆に大変。変えなくていいだよ、変えなくていいだよ。何何、7月の月間ギフトをまだ発表されてないから、3日以降かな、どうなんだろう。七夕、え、でも7月って七夕以外になんかイベントってありますかね。なんかショールームのそのイベントになりそうなものとかギフトとか。ナーミョンは DD を DD 許してくれるからギフちゃんも押せない。本当ですか。本当にありがとうございます。すごい、いやー、わかりますよ。私もね、あれだよ、アイドルがすごい好きだからわかる。アイドルってね、単押しって難しいよ。単押しなんて伝説よ、本当に。みんな可愛いもん。そう、 DD になっちゃうよね。サマさん、ハートありがとう。二人とも私服おしゃれすぎた。本当に、やったやった。二人とも今日はワンピースを着てました。こんばんは、こんばんは。びっくりよね。なななのはドラマを撮影、あ、ドラマを撮影ね、 YouTube にアップ。そうなんだ、ドラマか、すごい。私もいつかね、ドラマとか出てみたい。ハッピー、綺麗なのに柔らかい雰囲気なのが好きなの。わかる、わかる。そう、最初はなんか綺麗すぎて、そう、話しかけるのもあれだったけど、なんかね、そう、話してみると、なんて言うんだろう、最初話しかけにくいとかじゃなくて、なんて言うんだろう、綺麗すぎて話しかけていいのかみたいな感じだったんですけど、話してみるとすごい優しくって、話しやすくていい先輩ですよ。こんばんは、こんばんは。ソラハの配信来ました。 OK です。ソラハさんのとこ行ってらっしゃい。ハンナさん、おもらい話しから言ってます。超怖い。そうなんですね、私の声も来ていいんですよ。あ、ちょうどナーミオン話してた。ナーミオン始まった。ナーミオン始まったから見えてないと思うけど、お疲れ様ツアー。ピオ、高嶺の花、ユイには親しみやすさがあるんよ。確かにアンナさんは本当に高嶺の花。徳島ツアーメンバー、今夜は泊まりかな。明日は名刺渡し会とラジオ出演があると徳島の星になっちゃった、なんかに書いてたみたいだね。そう、アンナもよくスピン配信してね。ユイナと一緒ね。アンナさんもよくスピンの配信してらっしゃるよね。あとメイク配信とかもしてらっしゃるよね。じゃ、褒めてるよ、ありがとう。そういえば3期生はキャッチフレーズまだ作ってないの。うん、キャッチフレーズはまだ作ってないかな。瀬戸チャレン出てた3人は多分なんか瀬戸チャレンの時に行ってたからあるかもだけど、そう、それ以外は話聞いたことないかも。山の日、海の日で肉のイベントあったよな。へえ、そうなんだ。うわー、七夕あってほしい。そう、イベントかギフトかどっちかはあってほしい。タマさん、ハートありがとう、いっぱいありがとう。今日タン押しは都市伝説ですよね。うん、ですよね。タン押しは本当に都市伝説。あ、今日はそう、
あれブログをね一応後で確認したいから、今日は9時半に終わるので20分になったら男女読みします。で終わったらメールまた待っててください。その載せたい写真がありすぎて最近メールもだしブログもだし、でもメールは意外とでも写真不足かも。でブログが載せたい写真が多くって、そう今回は浴衣にしたけど、そう1枚目の写真ならあのファンクラブ入ってない方とかでもさ、あと1枚目の写真見てその見ようとかって決める方もいると思うから、1枚目の写真って大事だなって思って浴衣もしたいし、今回浴衣にしたんだけど、そうあとはアンナさんにいただいたあの T シャツも着てしたいし、あとは多分次の時は誕生日も迎えてるから、そう誕生日系の写真もあげたいし、でそう1枚目にしたい写真がいっぱいあるのよ。単押し難しいね、単押しは難しいよ本当に。アイドルオタやってると好きが極まりすぎて結構みんないいよねってなるのあるあるね。そう本当に STU も他のグループさんもだけど、そうあのね魅力的なメンバーさんが多すぎるのよ。意外にファンリンコ倒してくれるの。あ、リンコさん、確かにリンコさんなんかね卒業されてしまったけど倒しのイメージ強いかもしれない。オーディションでギフちゃん見てた。え、ありがとうありがとう、それは嬉しい。初見です。初見じゃないでしょ。そうだそうだ、 DD より共感してる人がいる。キュウ兄さんペンライトありがとう。 DD ってさどこからだと思う、何人からだと思う、それか2人以上だと思う。 DD かな。こんばんは、こんばんは。何や配信もあります。 OK です。髪サラ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 、でもアンナさんの方がサラサラだった。アンナさんすごい髪も綺麗だった。単押し難しい。そうなの、そうだよ、そうなの、そうなの。ギフちゃんどうしたの。ギフちゃんだよ。いいにゃ高根の花。いやいや、そんなそんなそんな高根の花なんて。でも言われたこともあるかも、中学の頃に。そうアンビずっとニコニコしてそうしてた。ずーっと可愛いです、本当にずーっと可愛い。本当に2人でゲーム配信、あ、ゲーム配信ね、ゲーム配信マリオカートとか。でもひーちゃんとアンナさん、アンナさんがひーちゃんとゲーム配信したいって言ってた。リリースイベントで一回アンビを近くで見たけど、お人形さんみたいです。アイドルすごくやだね。アンナさんすごいよね、オーラが。そううちは顔が迷ってる。ぜひ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 、うちはあると嬉しいな。徳島メンバー、徳島ラーメン食べる期間ありそう。わあいいな、いいな。いつか7県全部回りたい。まあ、広島はね常にいるからいいけど、他の6県もね回りたいの。ちらバリカワイありがとう。昔のアイドルは個人でグループはほとんどいなかったから楽しんできたけど、今は大人数で大変だね。確かに確かにそれはあるかも。ゆいなちこんばんは、こんばんは。11分3本遅れてる。モバメお待ちしております。ありがとう、また送ります。別のルームで楽しいやったらアピールしてくるリスナーがいてずらくなったわ。あららららら、楽しも楽しでいいけど DD も DD でいいんですよ。写真のスタッフが増えたんや。そう今日でちょっと増えた。でも今日は意外と朝時間がなさすぎて、そう自撮りはあんま撮れなかった。なになに、ゆなちゃんバリかわいい、ありがとう。3期生は岐阜と山梨がトップ2です。そんな、ありがとうございます。これからもそう言っていただけたら、なんか私とあれかな、いちごを一緒に応援してるって方他に比べて多いかも。これは単押しだと単に推しが多いだけど、あ、なるほどね、単に推しが多い。単推し、照り焼きマック食べたとどんな味が好み知らないかな。でも今日あのマックも取り掛かったんですけど食べてないけど、そう私は北海道のやつが気になってて、アナさんは博多のやつが気になってました。ブログを何かか迷うメンバー多いのに、ゆいのは書くことを充実してるんで、そう今書きたいことがそう多くてファンリンコ押してたの。あ、リンコさん押してたのね。リンコさんね、私あれ大阪の話し会の時に本当に一人だけだけど、リンコさんに似てますねって言われた。そんなリンコさんほど綺麗じゃないけど申し訳ない、なんかねあれだけど、たくの気持ちが分かってるアイドルは強い。確かにそれは自分でも思う、それはあるかも。3人くらいまでは楽しやすくて、おお3人ね、3人は確かにセーフ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 
ちらっと配信見てきたら何秒と一号同秒。そうなの？そうなの？見たい！見たい！配信あったら見に行こう。ランダム写真やグッズ対策で48人推しになるか。そうすれば常に当たり。確かにそうだ、48人押せば全部当たり、全部当たり。あなた誰かに似てるわね。誰に似てますか？誰だろう。スプマテさん、ハートありがとう。 DT は10人以上、10人以上か。あー、なるほど。確かに10人以上は、それはもう確実にだね。確かに2人は DT ではないのは楽しいです。あ、2人はセーフ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 。3期生に関しては DD とか考える必要ない、必要ない。スプマテさん、いっぱいハートありがとう。アンナさん、いい匂いしましたかね。もちろんもちろん。チガセンコはモテモテだと。いやいや、モテモテなんかじゃないよ、全然。いいにゃんこんばんは、こんばんは、こんばんは。ハート100個ありがとう、スプマテさん。なんかお腹痛くなってきた。寒いからかな。徳島メンバー、徳島ラーメン食べて。いいなあ、お腹ぐるぐるいってる。徳島ラーメン食べたの。いいな、いいな。私の行く県はどうなんだろう。今危ない、ちょっとポロッと行く県言いそうになった。危な、危ない危ない。メール見たよ、ハビーと。何なんとか言ったんだね。そう、遊びに行きました、アンナさんと。アンナさんと楽しかった。いいにゃ、福山にも来てね。福山ね、また行くことあるかな。前お話し会で行ったよね、福山。また行きたいですね。こんばんは、こんばんは。今日北海道食べた、着替えますね。お、本当に北海道食べました。北海道食べましたってちょっとおかしいけど、北海道のやつね。あれ美味しそうよね。いや、大阪のデリケ、あ、大阪のやつもね、美味しそうよね。個人的にアピール牛乳足です。そんなそんな、ありがとうございます、ありがとうございます。一緒に押してください、ぜひ。なしちゃん、お花ありがとうございます。可愛いから自信持ってるにゃ。うん、ありがとうありがとう。三期生はギフちゃんのアミをひんちゃんの楽しい。ほう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 、ありがとうございます、ありがとうございます。いつも言ってるけど DD は人のいいとこを見つける天才。確かに人のいいとこを見つけちゃうから推しになっちゃうんだよね。ホテルは一人部屋がいい、二人がいい。でもあれかな、二人がいいかも。そう、私お泊まりってあんまり、まだこっち来てから、そう、あんまりっていうかしたことない、したことある、ないかな。そう、お泊まり遊びに行くとかは全然あるんですけど、お泊まりないから、最低ツアーの時、確かに疲れもあるから一人がいいってのもあるけど、もうそれよりも同期と話したいし、なんか一緒に振り返ったりしたいから、そう、二人がいいかもです。私は今日は何分頃まで、今日30までするので、あと1分で断ジャミします。何、いちごさんを睨んでる写真を押せる。いちごさんね、あれね、いいよね、いちごさん。何、有識者5人まで倒し、あ、そうだね、5人まで倒し、なるほどなるほどなるほど。確かに配信前にアイス食べた、そう、アイス食べました。危ないね。何県か教えてくれた名物教える。そんな、そんなまだ言えないです。山口だと広島市から近すぎて日帰りだろうな。あ、なるほどね、山口ね。3期生はとある人がぶっちぎってるんですよ。何ですか。続きのメールも楽しみになってます。もちろん。こんばんは、こんばんは。おきさんと同じでアンピを眺めるのが好きだな。確かにおきさんの、あの、ありますプロフィール公式の、そう、なんだっけ、アンピ観察だっけみたいなこと書いてありましたよね。すいません、2期は、あ、愛子じさん推しね。愛子じさん推し、愛子じさん。あの、私ウェディングドレス見た瞬間に、わ、綺麗って思った。そう、ウェディング、そう、写真の撮影の時に時間がかぶってたんだけど、綺麗すぎて驚いた。そう、私が着ると全然似合わないのに、愛子じさんが着るととっても綺麗だった。じゃあランキングを読んでいきましょう。なんかね、さっきからね、右の膝を痛くて気にしてたんだけど、なぜかわかんないけど、右のね、膝にニキビがおる。膝にニキビできることある？ニキビか、なんか虫刺されかな、なんか痒いし痛いのよ。なにこれは。なんか痛がゆい。ちょっと待って、ボードはどこだい？ボードボード。ボードボード。明日は、明日ブログだから、そう、みんな待ってて。あと明日から平日、月曜日スタートだから、頑張ろう。頑張ろう。あ、ボードがちょっと遠いとこにある。もう、あ、今日これに書いてみる、 iPad に書いてみる。特別企画、
あ、で充電が 5% しかない。よし、とりあえず読みましょう。あ、ドクドクしてくる。これはダメだ。ドク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 、なんかないかな。OK、 これでいこう。じゃあ16以内の方、今日も読んでいきます。いきます。今日は7月2日。すごい、やばい、誕生日近づいてきた。16位以内の方読みます。16位、なるみアットさぬきうどん大学卒さん、ありがとうございます。次が15位、トーマさん、ありがとうございます。次が14位、ブレイクラインさん、ありがとうございます。次が13位、ディネさん、ありがとうございます。次が12位、スプマーテさん、ありがとうございます。次が11位、トラサボさん、ありがとうございます。次からトップ10に入ります。10位キヨ兄さん、ありがとうございます。次が9位、ヤートンアットつまみさん、ありがとうございます。次が8位、うまちゃん、ご存知の通り倒しです、あとヤミーさんとおつまみさん、ありがとうございます。2人はセーフ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 。次が7位、たかしあとおつまみさん、ありがとうございます。次が6位、青木じさん、ありがとうございます。パチ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 、トップ5に入ります。いきます。5位、ドグラスさん、ありがとうございます。アンナさんのアバターだ。次が4位、カマちゃん、ありがとうございます。ちょっとトップ3に入る。いきます。3位、トマトさん、ありがとうございます。トマトトマト。次が2位、タマとおつまみさん、ありがとうございます。はあ、では今日1位呼ばせていただきます。お久しぶり、それが初めてかな。1位はありがとうございます。今日も読んでいきます。いきます。今日の1位、あと7月2日日曜日の1位発表します。はい、今日ちょっと音がちっちゃかったけど、今日の1位はヤマシンさんです。ありがとうございます。ヤマシンさん、1位ありがとう、感謝です。1位ありがとう、感謝。ってことで今日は取りに行くのがめんどいので iPad を使ってランキングボードを作ります。だって変わっちゃうのが怖いから、そうどっかにメモしといて、でも充電がちょっとしかないからやばいねって話。いや、後で配信終わったら徳島メンバーの見に行こう。これでこれかな。でどうしよう、今日はどうしようかな。こっちバージョンの猫描いてみる。あ、でもこっちバージョンの方があれかも、色がいっぱいあるから。でも描くのちょっとむずい。ちょっと待ってて、なんか今日さ、あれ、あのプリクラでさ、ちょっとだけ落書きをしてみたんだけど、それ思い出した。プリクラ先輩と初めて撮ったプリクラだから大事よ。そう、アナさん優しかった、今日も優しかった、いろいろお話できたし、そう、より仲良くなれたかなって思う。アナさん優しいです、本当に。また予定があった時に遊びに行きたいです。でもね、アナさん大変、選抜メンバーですし大変です。はあ、よいしょよいしょ、いつか同じシングルで選抜に入れるぐらいまで私も頑張らなきゃだ、アナさんがいる間に。そう、それが目標ですね今の。ちょっと難しい、これ書くの。難しい。でもあれだね、普段やらないからさ、こっちでちょっと味があるかも。難しい。今日の人レアだね。デジタル版っていうの？ん？デジタルアナログどっちだ？デジタルとアナログとたまにどっちがどっちか分かんなくなっちゃう。こっち合ってるよね。は、いいんじゃない？いいんじゃない？でもいっぱい色あるから、そういう意味ではいいかもこれ。
普通にあのメモっていうアプリのやつで描いてるんですけど、だからそんな本格的な絵じゃなくて、ただお絵描きみたいな絵なんです。普段と絵は変わらないです。そう、うん、これが、待って、これ大きくしたりはできないの？できないのか。頑張って描く。待ってて。あれ描けなくなった。あ、鍵だ。今日はレアですよ。絵は上手に描けなくても名前は上手に描きたい。はい、おお、よきよき。お、あ、は、めっちゃうまく描けた。たまさんいい感じ。トマトさん、まあ、あー、やばいよね、アナさんと遊んじゃった。三期生が羨ましがる。そう、今日たまたま私もアナさんもお休みだったので、やったーって思って、今日人がすごかった。よいしょよいしょ。うん、ヒゲが描けない猫さん。なんかヒゲ長い。なんかヒゲが長くなっちゃった。猫そんなにヒゲピンってしてないよ。あ、なるほど。ここまでしか描けないのか。描くスペースの問題ね。ヨネシさんが1。うまく描きたい。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、でも難しい、これやっぱり。今日は7月の2日。戻る。7月の2日。 OK、 書けた。いつもとまあ変わんない感じだけど、書くものがちょっと変わったってだけだけど、今日のボード出来上がりました。ほい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 。あ、フォローありがとうございます。じゃじゃん、今日の、あ、ボードです。あ、なんか白いあ、なんか白い。なんで明かりを消したらいいかな。なんで、あ、こうやってやったら見える。7月2日は3位トマトさん、2位タマさん、1位ヤマシンさんでした。今日は珍しいです、こっちで書くのは初めてです。そう、あー、見えた、よかった。うわー、これで書くのはちょっとこれからやめようか。あ、でもいろいろ色のバリエーションの意味ではこっちの方がいいですね。どうでしょうか。はい、どう見える？見にくいね。でもこれなんでだろう、このライトの色変えるとか。うん、なんだこの、この色は。はっ、さっきより見やすいんじゃない。気のせい。まっすぐにすると、うん、でもこんな感じ、なんか夕焼けみたいな感じになりました。こんな感じでどうでしょうか。描けました。3位トマトさん、にたまさん、いちやましんさんでした。ありがとうございます。よきかな。 OK、 かけたかけた。うわー、まぶしいよ。 OK、 やっぱこれで落ち着く。よかったよかった。すごい、ちょうどいい時間になったし、では今日はこの辺で。
配信も上ろうと思います。明日は私あれです、ブログの日なので浴衣の写真4枚載せてますので、よかったら皆さん見てください。今日はこの辺で終わります。サキセイちゃんじゃない、おやすみ、ユニアンです。またね、写真楽しみにしてて。じゃあね、またメールも送る。バイバーイ。